皆さん、こんにちは。好きな食べ物はチョコミントなことの葉葵です。それと、ハギスと関東のうどんは人の食べ物ではありません。うどんに関しては、西日本のあっさりとした昆布の出汁が好きなんですよね。西日本へ旅行する際は、必ずカールとどん兵衛の西日本仕様を自宅に密輸しています。点灯、出発進行、定時。藤沢を発車して、やっと通過運転を行う区間に入りましたね。次は、辻堂を通過して、茅ヶ崎に停まります。藤沢から茅ヶ崎ですが、この区間は余裕がありませんので、爆走します。120キロまで加速したら、低速ボタンで速度維持です。東海の新快速みたいな走りです。これで、15秒ほど余裕ができるかなというくらいです。中継、進行。ご乗車ありがとうございます。快速ワクティ熱海行きです。次は茅ヶ崎に停まります。ふと気になって調べてみたんですが、藤沢駅は小田急線の利用可能なんですね。新宿から藤沢だと湘南新宿ラインの列車と小田急線とが競合するような形になります。そこで両者の運賃を比較してみたんですが、小田急が610円なのに対して JR の990円です。所要時間はJR の方が若干短いようですが、それにしても運賃の差が大きいので、この区間は小田急が有利なのかな。特定区間運賃といって割安な運賃の設定もないですからね。というわけで今回は特定区間運賃についてお話ししますね。鉄道の運賃は乗車する距離によって決まることが多いです。例えば JR 本州3社の幹線の場合、 1km から 3km の区間は150円、4km から 6km の場合は190円のように決まっています。しかし通常の運賃計算方法では、並行する競合他社と比較して運賃が高くなってしまう場合があります。そこで特定区間運賃といって、距離ではなく A 駅から新駅は何円のように、特定の区間では割安な運賃を設定することがあります。例えば JR 中央線の新宿から八王子ですが、この区間は営業キロが 37.1km なので、通常は運賃が660円になるはずです。しかし、新宿から八王子は、並行して私鉄の京王線が走っている区間です。ライバルの京王は、この区間の運賃が410円です。これでは、誰も JR に乗りません。なので、この区間の JR の運賃は、特別に500円に設定されています。他にも、東急東横線と競合する渋谷から横浜や、京急と競合する品川から横浜などで、特定区間運賃が設定されています。品川から横浜は、JR、京急、両社ともに特定区間運賃が設定されています。品川から横浜の場合、JR は営業キロは 22.0km なので、通常運賃は410円なんですが、この区間は京急も特定区間運賃を設定していて、320円です。なので、JR も対抗して、この区間の運賃を310円に設定しています。特定区間運賃を調べてみると、各鉄道会社同士が競争しているのが見えて面白いですね。次の左カーブが制限105なので、減速しますね。特定区間運賃のお話は、また次の区間でしますね。制限105。中継、進行。旅客第一場内、進行、茅ヶ崎、停車。茅ヶ崎には旅客船と隣の貨物船とを結ぶ渡り船があります。ご乗車ありがとうございました。まもなく茅ヶ崎です。お出口は右側です。進行、お乗り換えのご案内をいたします。今度の相模線の電車は2番線から16時34分発、橋本駅です。第三場内、進行。残り時間45秒、少しだけ時間が余りましたね。85キロでホームに進入してビーブを使えば無難な止まり方になるかな。余裕があるなら攻めたブレーキしなくてもいいでしょう。やっぱり B6 使った方がいいかな。良い感じに速度を落とせました。
滅、第一出発、進行、定時。茅ヶ崎は発車メロディーが特徴的な駅です。東海道線の5番線、6番線は希望の轍です。茅ヶ崎がサザンオールスターズゆかりの地ですからね。まあ、今回は大人の事情で流れませんけどね。3番線の JRSH6 と4番線の JRSH7 も、他の駅での使用が少ないメロディーです。3番線と4番線は、基本的に特急湘南しか使わないので、あまり出番がないホームですけどね。点灯、第一出発、進行、定時。中継、進行。とりあえずここは105キロまで加速してノッチオフかな。あとは適当に勾配に任せて走ります。これで平塚には定刻通りのはずです。第2出発、進行。第4閉塞、進行。制限100も。次は平塚、平塚です。大磯、二宮、加茂宮の各駅をご利用のお客様にご案内いたします。この列車は大磯、二宮、加茂宮には停車いたしませんので、次の平塚駅でお乗り換えが必要となります。次の平塚駅で降りましたホーム向かい側の普通列車沼津行きへお乗り換えください。加茂宮駅ご利用のお客様は沼津行きの前より1号車から10号車をご利用ください。沼津行きは途中の交通駅で後乗り5両を切り離します。あとは平塚まで惰性走行かな。残り時間と相談しながら必要なら再立行します。制限110。前の区間でお話をした特定区間運賃のお話をしますね。競合他社に乗客を取られないように通常よりも割安な運賃を設定している区間のことです。この特定区間運賃のせいでちょっとしたトリックがあるんですよね。例えば品川から戸塚の乗車券を1枚の切符で乗車すると運賃は580円になります。ところが品川から横浜の切符を購入して乗車し、横浜で改札を出てから横浜から戸塚の切符を購入して乗車すると合計金額は540円になります。1枚の切符よりも安いですね。品川から横浜の乗車券が通常より割安なため、このようなことが起こります。他にも東海道線の岡崎から岐阜でも似たようなことが起こります。岡崎から岐阜の運賃は営業キロ 70.4km で1340円です。しかし岡崎から名古屋と名古屋から岐阜では特定区間運賃が設定されています。つまり名古屋で切符を分割したら安くできます。岡崎から名古屋は営業キロ 40.1km で通常780円のところ、特定区間運賃で600円です。名古屋から岐阜も営業キロ 30.1km で通常600円のところ480円です。岡崎から名古屋の630円と名古屋から岐阜の480円の運賃を合計すると1110円です。通常運賃より230円も安くなります。まあ基本的に一旦改札を出る必要があるので少々面倒ですよね。時間があるなら名古屋駅周辺ならいろいろお店があるので改札出て散策するのも面白いですけどね。本線第一場内、進行。平塚の手前には平面交差があるので制限90がかかります。爆走してるとうっかり超過しやすい制限なので注意です。進行、停車、15両。制限90。まもなく平塚、第2場内、平塚です。お出口は右側です。大磯、二宮、加茂宮へお越しのお客様は向かい側3番線の普通列車へお乗り換えください。残り時間35秒。ちょっとブレーキ詰めたらぴったりな時間かな。このまま P5 で停止位置で寄せれたらいいかな。6使わんときついか。滅、本線出発、進行、定時。ここまでブレーキ詰めるつもりなかったけど、
階段緩めが上手に決まればまあよしとしましょう。ささの葉さらさら、の木場に揺れる。おっさまキラキラ、金銀砂子。ボイスロイドに歌わせるやつってどうやってやるんだろう。点灯、本線出発、進行、定時。ここから高津までは豪華に2駅通過です。快速らしい走りになりますね。走行の目安は105から110キロ程度でしょうか。駅間距離が長いとどのくらいの速度で走ろうか迷いますね。とりあえず110キロで低速ボタンを押して速度維持します。ちなみに平塚駅停車中に私が歌っていたのは七夕様です。駅のメロディーに採用されている曲です。平塚は七夕祭りで有名ですからね。制限100。ご乗車ありがとうございます。快速ワクティ熱海行きです。途中の停車駅は高津小田原です。小田原から先は各駅に停まります。次の高津には16時41分、小田原16時47分、湯河原17時4分、終点の熱海には17時11分に到着いたします。お客様へお願いいたします。優先席とその付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードの設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。そういえば特定区間運賃のことで補足したいことがあるので喋ろうと思います。例えばこんな例がありまして、東海道線の安城から名古屋の 32.3km の場合です。この区間の運賃は通常600円になる距離ですが、特定区間運賃で490円になっています。それではより短い距離の場合はどうでしょう。安城から金山の 29.0km の場合です。安城から金山は特定区間運賃は設定されていないので、距離からして510円と安城から名古屋の490円より高くなるかと思いきや、そうはなりません。特定区間運賃が設定される区間内で任意の区間を利用するとき、正規運賃が特定区間運賃より高くなる場合は特定区間運賃を採用します。安城から金山の場合、特定区間運賃の設定がある安城から名古屋の490円の区間内ですので、通常通りの運賃は510円ですが、より安い特定区間運賃の490円を採用します。大磯を通過直後に制限95と90があります。なんか忘れやすい速度制限なので注意しましょう。制限95、第12閉塞、進行。中継、進行。ここはカーブの途中からきつくなって制限90です。第11閉塞、進行。よーく見ると制限90の部分だけカーブがわずかにきつくなっているような気がします。だから標識があるんでしょうね。よく見ないとなぜ途中から制限90なのかわからない曲線です。曲線の区間も短いので規定通りの間隔を設けるのも難しいのかな。第10閉塞、進行。そういえば中央線 DLC の阿佐ヶ谷駅構内にたった14メートルだけ制限70がかかる区間ありますね。その部分だけ曲線がきついようにも見えないので謎な速度制限です。ちなみに私は紀勢本線の愛名から合わせで10メートルだけかかる制限65を見たことあります。たまにある謎の速度制限、他にもこんなのあるよとかあったらコメントしてくれると嬉しいです。第9閉塞、進行。ここからは線形がいいので120キロまで加速したいところですが、下り勾配で制動距離が伸びるせいか制限115があって出せません。というか120キロまで加速しなくても間に合うダイヤなので、もう120キロ走行することはないでしょう。緩やかながら勾配や曲線が点在するせいで出せそうで出せないんですよね。とはいえ比較的速度が乗る区間なので、時々試運転の列車が爆走する光景を見ることができる区間でもあります。この辺りから微妙な上り勾配が続くので低速ボタンで速度維持します。
ここの曲線は制限115です。二宮駅の手前にも制限115、二宮から神津の下り勾配の制限115があります。中継進行。第7低速進行。速度制限のかかる箇所には標識がある場所とない場所がありますよね。速度制限標識のないところは運転手さんの勘で走っているわけでなくて、ちゃんと決まりがあります。例えば曲線の場合は曲線判定で制限速度が決まります。 R400 なら制限75、 R800 なら制限100のような感じです。区間や車種によっては R400 でも制限80、 R800 でも制限105だったりします。もっと速い別の速度が指定される場合もあります。中継進行。制限115。第5変速進行。先ほどの話の続きです。速度制限標識のない曲線は曲線判定で制限速度が決まるので、わざわざ標識を設置しないことが多いです。なので標識が設置されている箇所は何らかの理由で通常とは異なる速度制限が設けられる箇所になります。例えば何らかの場合で関東を設けられない場合、制限速度が曲線半径よりも厳しくなるので標識で速度を指定することがよくあります。カントとはカーブを走行中の列車が遠心力を打ち消すために設けられたカーブの内側に向かった線路の傾きのことです。サーキットのバンクのようなものですね。短いカーブの場合、線路を傾けるのに距離が足りないと十分なカントを設けられない場合があります。それ以外にも運気機には構造上カントを設けることができません。またカーブの途中にある駅の場合、列車が傾いていると乗客が乗り降りしにくくなることがあるので、カントをあえて設けない場合があるようです。カントを設けられない場合は通常の速度では乗り心地が悪くなるので標識で速度を指定しています。他にも理由があるかもしれませんが、まあ曲線の手前に標識がある場合、何らかの理由があるということです。それと速度制限標識は曲線だけではなく運気機の直進側や平面交差にも設置されていることがあります。運気機の直進側は一律制限100のように定めて標識を省略する場合もありますが、運気機は直進側でもレールにできた隙間の部分を通るので、乗り心地、騒音、メンテナンスを考慮して速度制限がかかる場合があります。新幹線のように改良した分岐なら直進側でも速度制限はかかりませんが、やはり高価なものになってしまいます。まもなくコースです。お出口は左側です。鴨宮駅をご利用のお客様は2番線の普通列車沼津行きをご利用ください。沼津行きは切り離し作業を行いますので、1号車から10号車の乗車位置でお待ちください。御殿場線をご利用のお客様、次の列車は3番線から17時3分発御殿場周りの三島駅です。残り時間60秒、少々時間が余りますね。第2場内進行。時間が余りそうだから別にブレーキ詰めなくてもよかったけど、まあいいか。私とイタコさんは高知までの乗務です。さあ誰と交代なのか楽しみです。1番出発進行。15秒装着。レバーサー中立マスコンキー社長。お疲れ様です。3535E 異常ありません。3535E 異常なし、了解しました。やれやれ、9月も後半だというのに夕方でも気温が30度近くあって暑いわね。皆様お久しぶりです。メイメイひまりです。私が運転する動画っていつぶりなんだろう。何ヶ月かぶりなので実況動画に出演するのはなんか緊張しますね。終点の熱海まで担当しますのでよろしくお願いしますね。発車時刻まで30秒ほどあるのでしばらくお待ちくださいね。レバーサー前進、マスコンキー解除。ピュってブレーキのエアが抜ける音が気持ちいいですね。
1番出発、進行、定時。さて、神津から小田原の区間ですが、この区間は余裕があります。第8平速、進行。100キロから105キロでノッチオフして、あとは惰性走行で間に合いそうです。右側へ分岐するのは御殿場線です。東名高速に沿って文字通り御殿場経由で沼津へ向かう路線です。御殿場線はもともと東海道線として開業した路線ですが、勾配がきついため、後に開業した熱海経由の新線が東海道線になりました。ご乗車ありがとうございます。第7配速ワクティ熱海行きです。勾配次は小田原に停まります。小田原から先は終点の熱海まで各駅に停まります。神津で担当乗務員交代いたしました。運転手は明々決まり、車掌が東北通行です。終点の熱海までご案内いたします。そういえば時刻表を眺めていてふと気づいたんですが、神津から御殿場線経由の沼津行きなんてのがあるんですね。御殿場線の終点、沼津で進行方向を変えて隣の三島へ向かう列車です。三島駅で新幹線へ乗り継ぐ人のための列車なんでしょうね。第5平速、進行。右側に線路がたくさんありますが、西湘貨物駅ですね。現在のところは貨物を取り扱っていないようで、駅ではありますが、実質的には信号場として使われているようです。貨物列車の対比に使われているようですが、どんな列車が使うのか気になりますね。第4平速、進行。進行方向右側に富士山が見えてきましたね。関東平野なら天気が良いとどこからでも見えそうですが、鴨宮まで来ると大きく見えますね。鴨宮駅の手前には制限110、通過直後に制限105があります。制限110。第3平速、進行。駅手前の制限110と通過直後の制限105、駅に停車する列車だと低速で走行するので気にしなくてもいい制限ですよね。そのような速度制限って存在を忘れやすいので、通過列車を久々に運転するとこんなところに制限あったかなってなることがあります。制限105。右側には東海道新幹線が見えますね。東海道新幹線の走行試験を行う線路は鴨宮から綾瀬にかけて建設され、現在も東海道新幹線の一部分として使われています。鴨宮は高速鉄道発祥の地なんですよね。駅前にも記念碑があるようなので、興味のある方はぜひ見学してみましょう。第1平速、進行。坂和川を渡ります。ここまで来るともうすぐ小田原ですね。だだっ広い関東平野の果てにある町です。小田原より先の区間は山間道を走行して、熱海からは静岡県に入ります。また小田原は箱根山の麓にあるため、箱根観光の拠点にもなっています。それから小田原駅は東海道線で休日お出かけパスが使える橋の駅です。私も関東平野に用事があるときは小田原で新幹線を降りて、そこから休日お出かけパスを使います。フリーパスって乗りより自由ですし、どんな経路で乗っても問題ないし、長距離乗るほど安くなるので重宝してます。平日にも使えたら便利なんですけどね。それにしても小田原までがフリーパスの範囲内ってなんか絶妙ですよね。需要ありそうな湯河原や熱海まで範囲にすると、 JR さんの音が取れなくなってしまうのかな。ご乗車ありがとうございました。まもなく小田原です。お出口は右側です。新幹線小田急線、箱根登山線、大雄山線をお乗り換えです。今度の東海道新幹線は17時5分発小玉号名古屋行きです。山側の高いホーム13番線から発車いたします。この列車は小田原から先は各駅に停まります。残り35秒、ちょうど良い時間です。時間に余裕があるので、そんなにブレーキ詰めなくても良いかな。 B5 以内のブレーキでソフトに止めます。良い感じに速度を落とせました。別、
本線出発、進行、定時。時間ぴったりでしたね。駅間距離が長いと調整が難しいので、時間通り走れると気持ちが良いです。それではこれ以上は動画が長くなるので、ここで区切ろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。